今日は参議院選挙の公示日です。東京選挙区には20人の候補が立候補し、都内各地で有権者に呼びかけました。ドクター中松の発明した年金ドロップアウトシステム、これによって一挙に年金問題を解決し、皆様の不安をなくすことができます。共産党新人の田村智子氏は、全国の選挙区でただ一つの議席を守るため、ここ新宿駅西口で市委員長とともに支援を呼びかけました。私は苦しい立場にある皆さんに寄り添います。暮らしの不安を取り除くことに力の限りを尽くす政治を必ず実現させていきます。どうぞ田村智子を国会へと送り出してください。国会議員の秘書を8年務めた田村氏は、引退する現職の後継として護憲派の議席維持を目指します。先月から始まった住民税増税の中止など身近な問題を訴えます。年金改革と憲法改正反対を訴える杉浦氏、テーマカラーの黄色に身を包み第一声を上げました。私たちの命、子どもたちの将来、この国の平和をないがしろにするような今の政府、私たちの力で倒していきましょう。私は杉浦ひとみです。弁護士の経験を生かして頑張ります。キーワードは9条と年金が危ない。今回は社民党、弁護士として子どものいじめ問題などに取り組んできた杉浦氏は、教育問題のほか年金問題や憲法改正反対を訴えました。自民党現職の保坂三蔵氏は、安倍総裁とともに第一声を上げ、年金問題の早期解決を誓いました。今我々がやらなくてはならないことは、総理がお約束したことが一つ一つ実現されて、世界一の年金制度を守っていくことではないでしょうか。東京出身の保坂は、東京がしっかりしてこの活力を全国に及ばすことが目的でございます。凛として戦い抜きます。3期目を狙う保坂氏は、都議を6期24年務めた経験から、自民党の都議団が全面的な支援に回り、組織を着実に固めてきました。石原都政と歩調を合わせ、2016年のオリンピック招致を強力に推進したいと意気込みます。